日本のトイレには神様がいる。うすさま明王は、汚れを払う仏様。密教寺院ではトイレに祀られていることがある。トイレをきれいにすればするほど、運が良くなるという言われもある。トイレの神様を祀る神社を紹介します。野田市駅から徒歩5分、桜木神社、神門。長寿屋。訪れたのは12月末。正月の準備が進んでいた。社殿。創建は平安時代の仁寿元年。大化の改新で活躍した藤原の鎌足公五代の後院で、冬継公三男の藤原継義公がこの地に居を移した時、桜の美しい大木があり、この木のもとに神を祀ったのが始まり、さらに桜木神社境内一円は古墳時代前期4世紀の遺跡で、1万数千年前の石器も見つかっている。古代からの聖域。境内を振り返る。境内社菅原神社。学問の神。乙女稲荷神社。健康の名で石。銭洗いの田の監査。お金を洗って富を得る。日本らしい光景にほっとする。トイレの神様はこちら。トイレ。川屋神社。川屋とはトイレの昔言葉。毎日清められていることがうかがえる美しさ。トイレらしい匂いが全くしない。こちらのきれいな聖域を訪れると、帰宅すると必ずトイレ掃除をしたくなる。木桜館。正月の参拝者を迎えるおみくじたち。両替機も置いてある。親切さ。授与所。社殿もトイレも美しく清らかな聖域。